ぜベイビー、暴君長寿デビルフェイザー登場。ママこれ誰？ナオトよ。お部屋整理したら出てきた。これ兄ちゃん？うん、これが兄ちゃん。可愛いだろ。可愛かったなこの頃な。ママの代わりにさ、パパがおしめ取り替えとしたのよ。そしたら手の上にうんちされちゃってさ、このうんちが臭い。ナオトのうんちは臭い。でもね、大きくなったらどんな子になるか楽しみだったんだよね。それがさ、今じゃここんとこ夜更かしばっかりなのよ。ナオト起きなさい。大丈夫か？あ、おい、これだもんな。そら、なんだね。何？何？何の話？では引き続いて桜ヶ丘トピックスをお伝えします。桜ヶ丘一のショッピングビルマップス桜ヶ丘が開店してから早くも1週間が経ちました。兄ちゃん、このビルには最新のコンピューターシステムが完備されており、ビル管理の場合や緊急時の避難誘導施設と全てコンピューターによる自動制御で行われるそうです。これほど大掛かりなコンピューターのビル管理システムによるテナントビルはまだ他に例がなく、関係者の注目を集めています。すごいもんだね。店内には生活用品の店をはじめ、ホビーショップやブックストア等の店舗も多数入っており、またレストラン街には全国の有名なレストランや中華料理店の支店が軒を連ねています。ママ、今度ここ連れてってよ。うん、そうね。今度のお休みにでも行ってみようか。ねえ、ナオトも行く。ナオト？管理部門の担当者にお話を伺ったところによると、セキュリティシステムが大変しっかりしていて、ハッカー等のいたずらも完全に防ぐことができると語ってくださいました。ハッカーが侵入できないだと？桜ヶ丘トピックスを伝えいたしました。笑わせるな。そこらの普通のハッカーは防げても、この僕の腕にかかればそんなもの。この天才東堂武様がそのセキュリティガードを破壊してやる。ナオト、今度できたハイテクビルの中にさ、結構でっかい CD ショップがあるんだってな。そうらしいな。ちょっと覗いてみようぜ。面白そうだな。ユカも行くか？実は明日ある人とそこ行くって約束してたんだ。へえ。で、そのある人って？内緒。誰だよ、気になるじゃねえか。まさか俺たちに言えないような。何考えてるの？いとこのお姉ちゃんよ。なんだ。どうせならみんなで行きましょうよ。お昼ぐらいおごってくれるかもよ。本当か？そういうことなら一平ちゃんは張り切っちゃうよ。何食おっかな。単純なやつ。こんなはずは。この僕に破れないなんて、こんなバカな。どうした？朝からだいぶ手こずっているようだな。ちょっといたずらしてやるくらいの軽い気持ちだったよ。許さん。天才の僕をバカにしてただでは済まさないぞ。たけしよ、それならば今までよりもさらに強力な怪獣を作り、ガードを破壊してしまえ。あの僕を怒らすからどうなるか思い知るがいい。大丈夫なの？姉ちゃん。平気平気。それにしてもおっきいですね。来月生まれるからね。秋お姉ちゃんももうすぐお母さんね。そうなるとゆかはおばさんか。失礼な。こっちだろ。どうだたけし、怪獣の作成は進んでいるか？まもなく完成します。いつにも増して真剣だな。よしよし、怪獣の誕生が楽しみだ。
ナオト、あそこだぜ。すっげー、行こうぜ。ちょっと、2人とも。ったく、子供なんだから。こんなの出たんだ、いくらだろう。知らない。あー、そういや腹減ったな。ちょっと、2人とも焦らないでよ。そろそろお昼だから、先に食事に行きましょう。やーりー、そうこなくちゃ。行くぞ、ナオト。飯だよ、マジよ。飯、ほら。おー。勝手なんだから。行こう。暴君長寿、デビルフェイザー。強力な電磁波を発射し、内からは必殺の電磁火炎を吐き出す。デビルフェイザーよ。持てる能力をフルに使って人間どもを混乱させるのだ。ガードに引っかかった。そんなものはぶち破ってしまえ。デビルフェイザー、電磁波を発射しろ。成功だ。セキュリティのガードを破ったぞ。よく食べるのね、一平くん。切れちゃう。スパゲッティだろ、ピラフだろ、スープおかわりして、またチョコパフェだろ。よく入るよな。それってすぐ腹が減るからいくらでも食えちゃうんですよ。私の赤ちゃんも一平君みたいに元気で明るい子だといいな。でも元気なだけじゃ困るわよね。どういう意味だよ。でもね、やっぱり元気で生まれてくれたらそれでいいわ。あら、ゆか、今赤ちゃんがお腹を蹴った。え、本当？すごい。男の子かな、女の子かな。あきほさんの赤ちゃんのことか。ああ、俺みたいに元気で可愛い男の子だぜ、きっと。そうかな、俺は女の子のような気がするけどな。いや、男の子だ。絶対女の子だ。男だ、女だ。じゃあかけるか。おお、負けたらピザおごってやるぞ。よし。ちょっと、二人とも。俺みたいに元気で可愛い男の子ですよ、きっと。そうね、可愛くね。不気味。お前らそこまで言うか。じゃあ2時に2階の広場でね。じゃあ一平どこ行く。さっきの CD ショップにどうしても欲しいのがあったんだ。それをちょっとねぎり。出た、大阪商人。じゃあ俺一平と一緒に行くわ。じゃあ私はお姉ちゃんとベビーショップに行くわ。ベビーショップ？赤ちゃん用品の専門店があるのよ。今日の私のお目当てはそこなの。じゃあ2時な。また後でね。うん。ほら、エレベーターの方が空いてるし早いわよ。それもそうね。ね、故障かな。どうしよう。助け呼ばなくちゃ。代わって。
女の買い物は長いからな。どうせ荒くれ迷ってんだろ。どうした？エレベーターが止まりました。あっちで。どうした？警備の人たちの様子がおかしいんだ。そういや、なんかバタバタしてんな。ナオト、まさかユカたち。行ってみよう。どうしたんだ？止まったままなんです。4階と5階の間に。そんなバカな。いやどうしたんですか？いや、それがエレベーターが故障して中に人が閉じ込められてしまったんだ。だってさ、ここのビルってコンピューターの完全管理なんじゃないの？コンピューターはどうなってるんですか？それがコンピューターの様子もおかしいんだ。管理ルーム行ってみよう。うん、どうなってんだよ。一平、あっちだ。向こうだ。放水センター、放水センター応答願います。ダメです。もしもし、もしもし、もしもし、行くか。待ってろ、二人とも。必ず助け出してやるぜ。ユカたちが危ない。グリッドマン、ゴッドゼノを送るぜ。してやるぜ。どうなってんだ。ホットパンチがコントロールされちまうなんて。
けるわけにはいかない。ここで私が倒れてしまったら。頑張ってグリッドマン。ここが弱点か。よし、グリッドマン、奴の頭を狙え。やった。こんなら勝ちのもんだ。行くぜ、グリッドマン。動かすのは危険だからって中でお産してるの。お姉ちゃんにもしものことがあったら私。アキオさんは大丈夫だよ。しっかりしろ、ユカ。でも生まれた。うん、元気な男の子だよ。お姉ちゃんは？お姉さんも赤ちゃんももう大丈夫だ。安心しなさい。よかった。よかったな、ユカ。じゃあ私お姉ちゃんに付き添うから。ああ、出ますよ。行こうぜ。うん、さて、ナオト、ピザおごってもらおうか。生まれた赤ちゃん男の子だったの。ああ、あれマジだったの。当たり前だろお前。さあ、ナオト君、ピザ屋さんに行こうか。やだね。待て。戦いの中で生まれた尊い命。ユカもナオトも一平もこの感動は生涯忘れないだろう。
できるんだ。みちこ。ナオトの父が安全運転の罪で電気椅子の刑に。おいおい、ちょっと待てよ。ぶったまげたことにカーンデジファーが法律を変えてしまった。キング・グリッドマン、早くそいつをやっつけないとパパが天国に行っちゃうぞ。次回、電光超人グリッドマン、パパが死刑、君もアクセスフラッシュ。